たり前。お父さん。ただいま。お帰りなさい。怪我なんてないよ。大丈夫だったか。ああよかった。よっしゃあ、よし全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ、捕まるぞ。やべ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。マコロよ、あれ俺の陣営。今日はね、どっかで休んでいこう。本日の列車の運行。兄ちゃんは広場にいるよ。シンラはプレートと、はい、8番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。はあ、魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。すまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。嘘ばっかり。何してたか？うん、ティファと遊んでた。おお、そうか、よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。え？意外だな。クラウド、こんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して念念しような。片付けが終わるまでマリンの相手してあげてて。俺が？もちろん。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞーマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。えらい、えらいぞ。じゃ、お休みの時間も守らないとな。
父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。爆破された瞬間、ごめんね、巻き込んで。すごい揺れ。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。親鸞を憎む気持ちも分かる。どうだった？バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃああれも嘘だよね。いや、そっか。ここなの。名前は展望荘。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるって、それだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。はあ、当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。
クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。リユニオン。この人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。いや、あんたがクラウドだね。あたしは大家のマーレで、おととい来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。わけありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子はあたしの孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。もう一回。星の命のこと分かってないやつが多すぎるよ。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く？JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。ああ、お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。仕事に今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。こんにちは。 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいこと言ったな。その役に変わってくれよ。あんたには無理。あん？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば？見るだけ見てみる。毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。
いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで、ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。上が困るのはいい気味だぜ。火事件の犯人はアバランチですね。マールさん、フィルター交換です。ピーパー、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔、最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな、うん、ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん、縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。ルキア、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。ルキア待とう。瓦礫通りのモンスター。今日は二人が当番なんだ。もしかしてクラウドさん、入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、
まずはその剣改造してないだろ。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも、道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスターよけの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。ウェッジの言ってたよ。キューティファちゃん、気をつけてな。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。早速腕待ち。ガードの腕前見せて。そっちは任せる。俺が出る。頼んだぞ。そこ。やめ。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの風鳴らし。余裕だぞ。連携しよう。私に任せて。決まった。当てる。終わり。勝負あり。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。これはスラムの心得ナンバー。覚えるのか。これクラスでしょ。さあ行くよ。さあそこ。もう一回頑張ろう。決まった。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。さあビックスたちのところに戻ろう。クラウドさん、何なりと申し付けください。今後も遠慮なくお越しください。僕はいつもクラウドさんのデータを検索してモニタリングしていますから。あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。何でも屋にやらせてみるか。何？もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ
仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ？ああいい剣だな。お前との絆を感じる。ああずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ああとも行った行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。ふん、何？あんたを見習って強くなる。瓦礫通りのモンスターかなったのか、あいつだ。やあ、ティファ君、困りごとかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。あんた、今月のモンスター討伐数が出たよ。見て見て、最新のモンスター討伐数だよ。あ、お姉ちゃん、マリンは店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。星の命ってわかる？食料品とか今日はねえか。あれ、猫よ猫、うちのパンを加えてこの奥に逃げ込んだの。あんたたち捕まえてくれない？諦めよう。
逃げちゃったの？じゃあ帰ってこないの？みんなおかえり。怖いお兄ちゃんから逃げてきたんだって。ありがとう。うまくいったね。なんでもや、きっと当たるよ。ああ、悪くない手応えだ。仕事は襟好みしないこと。ご縁はお金より大事なんだから。スラムの心得だろ。馴染んできたね。師匠がいいからな。これからはもっと厳しくいこうかな。そうしてくれ。ねえ、そろそろバレットの集金も終わってると思うけど、どうする？一度店に戻る？お、新米なんでもや。白地が見えるんじゃない？空気の綺麗なとこで洗濯して。なんだろう、ちょっと行ってみる？大丈夫か、庶民。よせ！来るな！待て！おとなしくしろ。話しやがれ、死んだのいるから。黙れ、血ネズミ。どうしたの？死んだの倉庫から火薬を盗んだ奴がいるんだとさ。ジョニーは職務質問されて、ほら、ああいう性格だから。マコールの爆発絡みだろ。ジョニーのやつ、いつもみたいに怒られて釈放ってわけにはいかないかもな。ジョニーを助けなくちゃ。アバランチなのか？違う。ジョニーは私たちがアバランチだと薄々気づいていて、そして口が軽いの。なんとかして助けなくちゃ。私行くね。俺も行く。え？でも今日は世話になったからな、レダ。ありがとう。行こう。軍相手によく振る。ジョニーどうした？偉そうに。いたもげる。腕がもげる。そんなに引っ張るなって。暴力発散。クラウド、あそこに隠れよう。痛いってな。模範市民に何するんだ。火薬を盗んでおいてよく言うな。倉庫の入場記録にお前の ID が刻まれてるんだ。おい、なんかの間違いだ。シンラの倉庫なんて近づいてもいない。てるか。ID は引っ掛けだ。お前の ID でシンラの施設に入れるわけないだろ。さて、じっくり話を聞かせてもらおうか。大変。ジョニーの口が滑っちゃう。行くか。うん。クラウドは兵士の気を引いて。あとは私が何とかする。そいつを話せ。ん？なんだお前は、仲間か？なんだ、誰かいるのか？あ、助けに来てくれたんだな。なあ、あんたら、暴れ。貴様、どういうつもりだ？もうやるしかないのね。沈め。終わりだ。てへい。頑張る。この。じゃあね。それ、ここで決めよう。終わり。わっ、じゃあ、えい。バカだ。あ、なんだ、終わったのか。おい、どうしよう。口を封じる。ん？おい、ダメ。お前、やめてくれ。
死にたくなかったら町を出ろ。はい、世界の果てに消え去ります。本当に行かせていいのか。遊びじゃないんだろ。そうだけど、もう十分。こっちは放っておこう。クラウド、怖いよ。兵士が起きちゃう前に離れよ。ジョニー、大丈夫かな。自分の心配をした方がいい。ここから離れよう。うん。どうした？クラウド、やっぱり変わったね。どこが？例えば、うん、その目。前はもっと。ソルジャーだからな。魔法の目だ。そっか。これからどうする？店に戻る？それとも何でも屋続ける？何でも屋始めたんだって？ああ。だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。化けネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。化けネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。バケネズミ騒動で店はすっかり閑古鳥だったが、いいことを思いついたんだ。バケネズミどもを一掃した素の腕の何でもやお気に入りの店として宣伝すれば、どう思う？いけそうだろう？どうだろう、何でもや。商売は持ちつ持たれつ。
俺はワイマーや客たちにあんたを推薦する。そうすればあんた仕事なんて選び放題だ。好きにしろ。いいね、いいぞ。セブンスヘブンと何でも屋、そして俺の店、力を合わせて盛り上がっていこうぜ。何でも屋の活躍で生まれ変わった。ショコッポ、商売仲間を作ってくれた兄ちゃんだ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとうよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。封鎖中だ。羽トカゲがうろついている。って、あれ、ティーファちゃんか。もしかして自警団の助っ人って君たち。そういうことなら大歓迎。羽トカゲは奥の倉庫にいる。2グループだ。全部倒してくれよな。すぐ片付く。手伝うよ。
一瞬で終わりだ。トカゲ片付けてくれたって、ありがとうよ。常連たちも喜ぶぜ。見たところあんたは何でも屋として悪くない才能の持ち主だ。スラムのガラクタを長年見極めてきた俺の見立ては間違いねえぞ。ってことで支柱前に行ってみな。ヤバいモンスターが飛んできたって騒ぎになってるらしい。そういうの得意だろ。ああ、まず己を知り、その道を極めよ。そして振り返るんだ。風景が違って見えるぞ。じゃあ頑張れよ、何でもや。うちの商品は折々で変わるから、勉強がてら覗いてきね。仕入れ元は詮索するな。俺は別町の館で町を出る。上に引っ越したい。プレートって星の命の手伝ってよ。あ、ティーファ、ちょっと聞いてよ。列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先。近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから、片っ端からぶっ壊しちゃって。仕事か？Thank you.
相手は雑魚だ。決めちゃおう。覚悟は決めろ。そっちは任せる。ウサーレが頼む。悪くない動きだ。頼もしいでしょ。見つかった？ああ。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でも屋。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元神羅って聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。そろそろ町中に噂が広まってるんじゃない？凄腕の何でも屋がいるらしいぞって。まだ腕を見せるほどの仕事はしていない。へえ、物足りないってわけだ。8番街です。犯人はアバランチ。やっつけろ。アバランチ。ネズミの巣にならずに。手元を引く。クラウド君、大変だ。クラウドさん、見事データ提出一番乗りでした。追加報酬も差し上げます。新しく生まれたマテリアを早速発売しました。今後もマテリアを続々と開発していきます。
共にシンナに対抗する力を生み出していきましょう。新たなバトルレポートを随時追加していますから、これからもご協力をお願いします。アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド、知ってるよな。神羅の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか。引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。ワイマーが瓦礫通りで軍用犬。あなた噂の何でも屋さんでしょう。ああ、待ってるよ。やっぱり見て、今月この町で退治されたモンスターの数だよ。この数が多いほど町は安全になったってこと。ここだけの話、これあなたのおかげだよ。これからもよろしくね。たっぷりお礼するから。何でも屋さん、元気？あなたの記録は誰も破れそうにないの。ほんとすごいね。入団待ってるよ。自警団が見回り強化してくれるってよ。瓦礫通り危ないね。これで少し安全になるか。任せ。さあ行くよ。さあ、うん、出番だよ。俺が出る。落ち着いていけ。私に任せて。当てる。撃った。気をつけてね。ここ。いや。そっちは任せ。さあ行くよ。あ、チャンスだよ。さあ出番だよ。俺が出る。当てる。私に任せて。行くよ。それ
やってくれたか、はあ、ありがとう。あれはシンラから逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ。そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ。もしかしたら七番街スラムの地下にはシンラの研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ、俺も知らないことが多い。ああそうだな、倒したんだ、それでよしとしよう。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん、でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。ご苦労さん。ありがとうよ。あの犬が困ってたわ。自警団は強かった。あの化けネズミよね。おや、ずいぶん早いお帰りだね。ちょうどよかった。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるんよ。え？あいつらとは違うんだろ。行きな。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ、終わったら来て。せるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働くただの、
ごめん、話したくないよね。うん、剣を使う仕事だ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？格闘家っぽいの。普段と変わらない気がするけど。私と釣り合う服を選んでね。わかった楽しい計画っていいね。ああいいなさて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。いってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。でしょ。ま、そうだな。でも労働の後はお楽しみ。スラムの天国セブンスヘブンで癒しのカクテルをいかがですか？ティファ、私もちょっと疲れちゃったね。え、ミッドガルにはずっと？そうだな、この辺りで仕事して金を貯める。そっか、じゃあどうする？もう少し街を回ってみる？そうするか。どうする？店に入る？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は。マリー、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。
って言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理がない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか。あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。ゴクラグビックス、早すぎ。あいつらなんだ。右腕が銃の男、近くで見たって情報は上がってんだ。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。ふん、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。300だな。まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あっか、見てんじゃねえ。何やったの。おけ、邪魔だ。ザコどもの視線がうぜえな。ゴールマーケットとは大違いっすね、兄貴。無茶はすごい。兄貴は怖い人だぜ。へへ、逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。隙を積んじゃう。突き崩す。刻む。消えろ。右腕が銃の男の話だったな。
しよう。なぜ探ってる。命令されただけだ。何にも。関係ないな。スラムの心得その1、部屋に戻るか。変なやつだ。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ？次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。お手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。